男性の人数が少ない子がそういう風に思うかもしれない。声が低くなるのか低いのか分かんないですけど、おーおーみたいな。せーの、お疲れです。ということで今日のお題は、はい、ドン引き喘ぎ声。ドン引きの喘ぎ声、これね、なかなかいないんで、やっぱドン引きしちゃう喘ぎ声って、うん、バカでかいかバカ気持ち悪いかのどっちかなんで、うん、2個出せないと思うんで1個ずつとりあえず出しません。いきますか。僕からいきますか、珍しく。おお、どうぞ。あ、僕その新人あるあるなんですけど、そのホスト始めた時ってやっぱよう分かんないの寄ってくるじゃないですか。うんうんうん。だいぶ年上の方ですね。当時僕も26とかで、まあ、だいぶ年上の方が寄っ方とね、まあ、そういう機会がありまして、まあ、何歳かは伏せますけども。59歳ぐらいではない。59歳ぐらいではないですけど、まあまあ近しいものはあるような方とね、まあそういう時間がありまして、なんかね、声が低くなるのか低いのか分かんないですけど、こうしてると、なんか、おーおーみたいな、どこのおっさんみたいな、おーいいみたいな、声がとにかくこう低くて、はい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 、元々低い方だったんですかね、はいはいはい、それってちょっとね、もうその慣れちゃわない。でも慣れてはない、ギリ最後までいけたみたいな。いや、もう息子が全力で嫌がっちゃって、はいはい。で、その男の息子ってこう一回機嫌損ねるとなかなかね、わかる、やる気を取り戻せないまま終わるっていうのが結構多い生き物なんで、さすがにそれで僕はダメになっちゃって、その人も切れましたね。はい。ただ切れてよかったっすね。あれ、あんなことを繰り返すぐらいだったら僕、まあ当時まだね、駆け出しだったんで、お金ない方がまだいいです、あれを聞き続けるって考えると。なんかもうあれだよね、なんか AV とか見すぎちゃったみたいな感じってこと。いや違うっすよ、もう一言で言うと妖怪でしたね。今だから言えるっすけど、本当に妖怪にしか見えなくなっちゃって。拷問だよね。トラウマにはならないの、でもそういうのって。トラウマですね。トラウマになるよね。だから忘れられないみたいなね。そうですね、喘ぎ声が低音だとよぎるかもしれないですね。はいはい、なかなかいないんでっていうのが僕のドン引き喘ぎ声です。ドン引き喘ぎ声、俺は、はい、ドン引き喘ぎ声って2パターン持ってて、はい、俺の中ではこうめちゃくちゃ声がでかいか、めちゃくちゃこう何も喘ぎ声がないみたいなのが俺の中での引くポイントで、はいはい、優劣つけるとしたらやっぱ喘ぎ声がないって方がなんかえみたいな、なんか何も言わんやんみたいな、なんか 無の音声で、なんならこっちの吐息の方がでかいみたいな。あれ本当良くないっすよね。良くない、良くない、あれ良くない。多分なんかね、なんだろうね。でも逆にちょっと絶対この子人生でモテたことしかないだろうなっていうような女の子であればあるほど、はい、そういう傾向が強い。めちゃくちゃモテるやろうなみたいな子の方がなんかそういうのができてない子が多い。めちゃくちゃモテる子が喘ぎ声出さないですか。いや、わかんない。意外、意外、なんでなんですかね。なんでなんだろうね。なんかめちゃくちゃモテる子喘ぎ声を出さない。めちゃくちゃモテる子じゃないかもしれない。あれだ、男性の人数が少ない子がそういう風に思うかもしれない。要はそういういろいろ教わったことがないから、なんかあんま分かんなくて声出しちゃダメなのかなと思ってたりするのかもしれないし、いや、男がどういうセックスをすれば男の人が喜ぶんだろうか分かんないんですよ。そういうこと、そういうこと、そういうこと。だから声出した方が嫌われるのかなとか考えて。そうだけど、何も声出さない方があれじゃん。で、声出しすぎてもダメだけど、はいはい、出しすぎても嫌じゃん。どう。まあでもまるで無言よりはいいんですよね。まあ、確かに確かに、声でかの方がまだマシではあるかもしれないよね。まあなんやかんやでかくて、なんか悪い気はしないんじゃないですか。確かに確かに、引かれるかもしれないけど悪い気はしないと思う。そんなに感じてくれるんだって。男はバカなんで。確かに、その場は盛り上がるんじゃないですかね。後で引かれるかもしれんけど。でも無言嫌じゃん、めちゃくちゃ。無言あったかあったっすね。あるよね。いや、まあ、めちゃくちゃそんな人数いないよ。だからなんか例えば一人二人する長い人生で、そう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 、うわめちゃくちゃこの子いいのに無言なんやみたいな。はい、なんかやっぱ、まあ、ほぼ無言だから、なんかいまいち盛り上がんねえなってなりますよね。そう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 。なんでそれがなんかドン引き、ドン引きエピソードっていうか、がっかりなエピソードに近いかもしれない。引くっていうよりか、まあ、あ、セックス意外とこんなんなんやみたいな。じゃあ視聴者さんの女性の方は程よく声を出せ、うん、そう、出した方がいいよ。はい、演技でもいいから。実際演技なんですかね、女の人の喘ぎ声。いや、なんか自然なまんま出すのが本当一番いいっていうね。本当に声が出ちゃったぐらいで出すのが本当一番自然らしいよ。だけどうさんくさく声でかい人もさ、嘘つけよみたいなやつもいるじゃん。出すほどのことしてねえよじゃないけどね、こっちも。確かに確かに。だからなんか程よくがベストじゃない。
でも逆には可愛いなって思うのが、なんかかすかな声であえいでるみたいなの可愛いなって思う。恥ずかしがってちょっとちっちゃい声でみたいな。まあだから程よくっすね。程よくが一番いいです。モテます。はい、はい、僕昔ね、まあ、前儀しようとしたんですかね、はいはい、まあ、本当昔なんであんまり定かではないですけど、覚えてるのが触れようとしてまだ触れてない時に女の子がみたいな言っちゃって、女の子も気まずそうにしてて、あ、フライングしちゃったみたいなフライング演技みたいな。俺もまだ触れてないのにって思って、はいはいはい、ちょっと気まずくなったことありましたね。あ、はいはい、フライング演技は気まずいんで気をつけましょう。お疲れでした